どれ？じゃ、片付けるとすっか。サーチすんぜ。聞いてもいい？行こっか。少々いいですか？
せてください。行きましょう。さて、何にしようか。ご満足いただけたかな。さて、
がバーゼル理科大学。なんだか身が引き締まりますね。ああ、まさに共和国最高の学術機関って雰囲気だな。こういうとこでのキャンパスライフってのもちょっと憧れちまうな。天体観測は暗くなってからだし、今のうちにいろいろと回ってみないとね。Thank you.
皆さん、お疲れ様でした。報酬が振り込まれたよ。大切にするよ。ありがとう。予定は決まったか。よし、向かうぞ。敵多数、注意して。良さそうな宝箱だよ。戦闘モード開始。良さそうな宝箱だ。一区切りみたいだね。やばい相手だ。気をつけろ。良さそうな宝箱だ。どうやら区切りのようです。よし、一息つけたな。これで消える。我が太刀は防ぐことある。烈烈灰の太刀ルテン光人。頼んだアルテナ。押していこうぜ。隙あり。フィンさん、絶対防御フィールド展開します。バリアシャード多重展開。ビビットカレンデュア。フィンさん、ビビット解放よ。一気に攻めましょう。これで決めまくせ。アインスバースドライティア。羽ばたけアズールグリオン。決めて、クロウ。限界突破だ。そっ
速発動。最速で行くぜ。切り刻め。いい夢見ろよ。行くぜ。まだまだいけるかな。強化完了です。もっと早くできそうかな。うん、上出来かな。入金を確認したよ。
これでバッチリだね。シェダル大三角に合わせたよ。すごいね。完全自動制御で目標の天体を追尾し続けるのか。それじゃあ早速。おお。ミントさん、ずるいです。こういうのは年下優先で。やれやれ、ああいうところはまだ子供だな。いいじゃねえか。クロウサギの頃からは想像つかねえし。せっかくだ、俺たちも覗いてみようぜ。ああ、そうだな。ミントさん、そろそろ変わってください。独り占めは良くないかと。ある、順番順番だから。リン君、クロウ君も早くおいで。今行きます。さて、大陸最高の望遠鏡、果たしてどんなもんかね。わあ、トワ教官の望遠鏡も素晴らしい光景でしたけど。正直あれとは比べ物にならない見え方でしょ。倍率にして1000倍以上、まさに天文学の英知って感じだね。なあ、アルチ長すぎ。私ももうちょっと見たい。私はアルチではありません。はあ、ユーナさんやお姉ちゃんたちにも。実際マジで感動ものかも。野営で団長やアイーダたちと見上げた時を思い出しちゃったな。そうか、両兵王のおっさんと確か姉代わりだったか。
リーンさんたちもぜひ。これは絶対に見るべきものです。仕方ないな。ここは二人に譲ってあげよう。なんでミントが偉そうなの？そういうことなら先に見てもいいか。年下が遠慮すんな。しかしジョルジュとか喜びそうだよな。そうだね、アンちゃんも結構好きそうだし。過ぎて、これは一体なんだ。映像自体は来てるっぽいけど。はい、連動しているザイファにも映っていますね。ひょっとして接眼レンズが故障したとか。リン君ちょっと見せて。ああ。ちゃんと映ってんじゃん。もう一度見せてくれ。ほれ交代だ。どれどれ。ああ俺も同じみたいだな。どういうこと？リーンさんとクロウさんだけが見えているはずの星空が見えない。二人とも目の調子がおかしくなったとかじゃないんだよね？ええ、別に視力に異常はなさそうです。どちらかというとあれは何かがずれやがった。あえて言うならそんな感じか。ちょっと端末見てくるね。知らない番号、しかも匿名設定か。なになに、どうしたの？出やがったな。突然の連絡失礼します。リーン・シュバルツァー君ですね。ええ、その通りですが、あなた方は一体。悪いが通信じゃ言えねえ。ちょいとはばかりがある話でな。だがどうやら天文台で何かを見やがったようだな。それもシュバルツァー君、あとアームブラストさんもですか？この人たち。はっ、どこかで覗いてたわけでもなさそうだな。思わせぶりはそのくらいで、私もいるってお忘れなく。やっぱり。そういやそうだったな。だがそれでも通信はなしだ。単刀直入に言う、一度あんたらと会って話がしたい。お手数をかけて申し訳ありませんが、これからある場所に来ていただけませんか？具体的には言えませんが、クラウゼルさんなら見当がつくかと。今のはどうやらフィーの知り合いみたいだが。去年から各方面で協力していたあの人たちだよね。3月の事件じゃ関われなかったけど、アルマータ絡みじゃ私も協力したかな。じゃあとっとと行ってみようか。で、どこに行くってんだ？職人街、多分礼拝堂で待ってるはず。